どうも、ハチウリマスです。どうも、ゼロ六の東大です。ということで、今回は、ゼロ六ショックウェーブさんというハチウリショップに来ているんですけども、ゼロ六ショックウェーブさんに関しては詳しく他の動画でやってるんで、そちらの動画見ていただけると嬉しいです。で、今回は何やらね、ゼロ六ショックウェーブさんではボールパイソンの繁殖も行っているということで、今後ろに映っているこちらの巨大な箱、はい、これがその孵化器になってる。そうですね、インキュベーターで自作の孵化器、そう、まあ温室みたいな感じですね。今回はそういったお話をね、聞いていきたいと思いますんで、本日はよろしくお願いします。あ、お願いします。ということで、早速やっていきましょう。ではこちらはドアになってるんですか？はい、そうですね、ドアですね。はい、まあドアって言っても木材、基本的に枠自体が木材で組んでて、でまあドアに対してアクリル板貼り付けてるっていう感じですね。中を開けるとこのような感じになっております。基本的にまあ取ったクラッチをすぐ中に入れてっていう感じなんですけど、温度計が位置によって違うんですけど、はい、これは何を意味してるんですか？まあ、ただ上と下の温度を測ってるっていうのと、まあ、地面に置いてるのは他よりも少し低くなるんで、低温ハッチするときとかに使ってる感じですね。で、右はこれヒーター？これはまあ温室用のヒーターですね。植物温室用のヒーターで、で、まあ、左が、サーキュレーターかな。で、はい、循環させる。そうです。で、まあ、この温室のポイントが余白をしっかり取って作ってるっていう感じです。結構皆さん温室とかね、インキュベーター作るときってラックのギリギリ前に扉つけたりしがちなんですけど、それって結局中の温度一定にはなるんですけど、クラッチいっぱい取ったりとか生物いっぱい入れたりとかして埋まっていくと風通しが悪くなって温度安定しなくなるんですよ。だから余白をしっかり取って風を回してるっていう。今映っている卵は、はい、生まれたばかりの卵ですか？まあそうですね、少し若干日数経ってるんですけど、まあでも基本的にこんな感じで、日数が経ってくるとこういうふうにへこんでくるっていう感じですね。でへこむ理由としては、40日から50日目ぐらいで、まあ中の凝固作を吸収して内容物が少なくなってきてる、体が大きくなってきてる証拠ですね。もう鶏の卵のような質感と雰囲気やふにゃふにゃしてる。そうなんですよ、結構柔らかくて、まあ大きさとしても、まあ鶏の卵よりはちょっと大きいかなっていう、まあ個体差あるんですけど、そんな感じですね。この下に敷いている白いものは何ですか？はハッチライトっていう、まあ、爬虫類の卵の孵卵に専用に作られたものですね。はい、もう今卵切られてるんですけど、これなんで切ってるんですか？はい、まあ、これはエグカットって言って、まあ、卵がまあ60日とか過ぎて、まあ、例えば1匹目が頭出たりとかしたら他の全部切ったりとか、まあ、人によっては多分45で一気に切る人がいるんですけど、はい、まあ、単純にこうみんな切って早く中が見たいっていう人もいれば、あとはまあ切ることによってまれに助かるベビーもいたりとかしますね。例えば切った段階で最短経絡って言っても、ヨークサークが体に巻きついてたりとかしたら、人間が自分の手でほどいてあげないと、ほとんどの場合自分でほどけずにそのまま死んでしまうんで、まあ、それをまあわずかな確率ですけどね、それをたまにこう直してあげるだとか、いう意味で切る場合はありますね。はい、そのヨークサークが絡んでしまうのは、はい、ボールパイソン自体が虚弱体質とか関係なく運が悪かった。そう、運ですね。はい、で、あとはまあキャンドリングのしすぎとかですね。例えば最初はね、みんなするんですけど、40日目、50日目とか何回も何回もキャンドリングしてると、中でボールがびっくりして、中で動いてしまって、絡まってしまったりとか、だから先ほどお見せしたインキュベーターの扉も黒やったんですよね。中がそんな明るくならないようにして、びっくりさせないように、ちょっとでもしてるっていう感じです。はい、もうこの開けた状態で結構動いてたりするんですね。はい、そうですね、もう、はい、大体もうこれぐらいのタイミングで切るんで、早すぎるとやっぱダメなんですけど。はい、で切ることによってヨークサックの吸収も基本的に早くなります。あ、そうなんですね。早くなります。はい、ちょうど先日ヨークサック、まあ、最大見学しててほどいてあげた時とかはもう結構大きいヨークサック残ってたんですけど、もう1日でお腹に全部吸収しちゃうんで。そんな早く。はい、はい、この今釣っている子たちって、はい、1匹のヘビから生まれた同じ卵ですか？そうですね、はい、7卵産んでくれましたね。はい、平均数ぐらいかなっていう。同じ母親なのになぜこのようにこの子はちょっと真っ白っぽく見えるんですけども、まあモルフの違いで、まあ例えばこの親で言ったらバターゴーストっていう、まあ、メスにレオパールチョコレートゴースト、まあどっちもゴーストの冷静なホモ体かけてるんで、まあ全部ゴーストなんですけど、そこにやっぱ先ほど申し上げたバターとレオパールチョコレートって入ってるんで、それが乗ってるか乗ってないか、モルフの違いでこう色の違いが出てるっていう感じです。はい、これがまあさっきのイグカットした状態から数日後っていう感じですね。もう今まさしく出てこようとしてるっていうか、半分出ちゃってるんですけど。この出てきてからどれぐらいで餌を与えればいいんですか？はい、うん、まあ今出てきかけてるぐらい、まあ、例えばじゃあこれ今すぐ出てきたとして、この後にファーストシェッドって言って、まあ、生まれて最初の1回目の脱皮をするんですよ。はい、でそれが終わってお腹の張りがなくなってるのを確認してから餌与え始めるっていう感じですね。なんでこの時はヨークサック吸収者ばっかりなんで、そのヨークサックって結局栄養の塊なんで、栄養の塊がお腹の中にまだパンパンにある状態だね。その時はあげる必要はないですね。その栄養、ヨークサックの栄養でしばらく成長するっていう感じです。はい、まあ、出たばっかりの結構ぼーっとしてるんですけどね。うん、はい、多分もう中も、もう
作者もやってると思うんですけど、まあこの時はそっと仕上げて、別に無理に出さなくていい、ほんまま自分のペースで、たまにここまで出てきてもらったりするやつもいるんで、まあ多分本人の気持ちの問題ですね。では今からそのエッグカットと言われるものを撮影していきたいと思います、はい、あ、もう切るのは普通のハサミなんですね。そうですね、まあこれはそうですね、はい、ヘンケルズのハサミで、まあ刃渡り長くて切りやすい感じですね、はい。スーパーレッサーのメスにオスがちょっと複数かけてるんで何かかってるかわかんないんですけど、レッサー、まあ、スーパーレッサーでレッサーが確定で出て、なんかそうね、まあ、レッサープラス何かって感じなんですけど、まあスーパードリームファイアスティンガーっていうのもかけてるんで、もしかしたらレッサードリームかもっていう感じですね。これだけでちょっとわかんないですけど、ちょっとレッサードリームっぽいなっていう感じです。ちょっとお腹側なんであんまり見えないんですけど、うん、白いんで多分粒子っぽいですね。スーパースペシャル16番でスーパーオーディオ、もしかしたらスーパースペシャルがかかっ、あ、ないっす、まあデュアルの可能性もありますね、はい、まあ、ちょっと白いなって思ってるんで、でもお腹側なんですけど、あ、いや柄あるっすね、柄あるんで、これもレッサードリームかもですね、はい。ちょっとね、お腹向けられてたらあんまモルフ分かんないんですけど、今映っている卵たちは一番珍しいというか、はい、まあ、親はね3本とかかけてるんであれなんですけど、一番珍しいので言ったらスーパードリームファイアスティンがかかってたらレッサーファイアインチドリーム B ですね、うん、はい、どういった見た目になるんですかね。スパイダーで先ほどあの冒頭でお見せしたあの白のなんかアザンのあの色のレモン色だけど色明るくて薄いみたいな、ただでも絶対そのオスかかってるか分かんないんで、切るまでちょっと分からないんですけど、ボールパイソンって1回で産む卵の数っていうのは決まってるんですか、はい、まあ、平均6個ぐらいなんですけど、少なかったら3個だったり多かったら10個以上産んだりとかですね。あ、多分これレッサードリームですね、多分、うん、まあこの柄見えてるじゃないですか、はい、でこの柄見えてるか、まあスーパーレッサーなんでメスが間違いなくレッサーは入ってるんですけど、結構すっきりしてるの分かりますかね、うん、あの柄この辺があんまりガチャガチャしてないというか、ちょっと乱れてるんですけど、大ぶりに乱れてるんで、だから多分スーパードリームファイアスティンガーがおそらくかかってて、これはレッサードリームかなって今のところは思いますね。だからスパイダーの表現が出てくれたら分かるんですけど、はい、3匹かけてるんですよ。そうスーパードリームファイアスティンガーと、あとあれか GHI ラベンダーか、とあとスーパースペシャルで、もスーパースペシャルだったら、スーパーレッサーとかかってレッサークリスタルっていうのになるんですよ、うん、なんで見た目で絶対分かるんです。それが今こう出てないんで、だからもう GHI ラベンダーかスーパードリームファイアスティンガーと比較なんです、そのオスにかかってるからってことですね。なるほど、だからこの切っていくと何かかったかって分かっていく感じですね、うん、はい、今のところは多分スーパードリームファイアスティンガーなんでスパイダー表現が出てほしいなという感じですね。そのオスを3匹もかける理由っていうのは何かあるんですか、はい、まあ、結局ペアリングの途中でペアリングの期間が長くなってしまって途中で別のオスが下がってきたりとかする場合とかですね。あとはまあ大本命のメスじゃないと失礼なんですけど、メスに対して、まあ、その大本命じゃない場合はどっちかっていうと取るというよりもこけたくないんで、それで 2,3 もかける場合もありますね、はい。あとこの卵がもうくっついちゃってるんで、こういう時はもうあんま剥がさずにそのままフランしてたんでそのまま切る感じです。多分またレッサードリームですね、はい、多分同じモルフがいっぱい出てる感じです、うん、はい、スパイダー表現出てくれたらね、折りやすいんですけど、やっぱり確率っていうのは今回の子が一番多い。そうですね、うん、もう今のところそうですね。
多分まだレッサークリームっぽいなって言ったんですね。次の卵は、はい、これも同じモルクですか？同じクラッチなんですよ。結構卵数が多かったんで、はい、もうあの2つ の, あのフラン箱であの管理してた感じですね。でこっちはもう57日とかかな経ってるんで、もう全然切れるタイミングかなっていうので切っていきます。この切るときに気をつけないといけないところってあります？はい、まあ、切り方はそれぞれあるんですけど、僕はこう先ほどやってるようにこうなんかこう耳みたいな感じでつまんでシワにしてからその上をなるべく薄く切るっていう感じですね。まあ、これもちょっとお腹向けてるんでモルフがわからないですね。はい、まあ血管どうしてもね、あのエグカットすると血管ちょっと切っちゃったりするんですけど、まあまあなるべく大きい血管は切らない方がいいかなっていう感じですね。上から見ると膨らんでるように見えるんですけども、下はこんな感じでへこんでて、あ、こんなへこんでるんですね。はい、まあ、やっぱ 8枚というか日数が経つとへこんでいくという感じですね。これ中の栄養どん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 吸収してるから、あ、そうですね、はい、内容物がなくなっていってるというか、はい、で、なるべくこうギリギリを切ってあげた方がリスクというか、ね、低いかなと思いますね。今までこういった子たちの繁殖をしてきて失敗したことってありますか？はい、あ、失敗は山ほどしますよ。はい、やっぱりなんか失敗しないと気づけないことあったりもするんで、僕は結構いっぱい失敗しますね。はい、例えばその繁殖で言ったら温度管理とかですね、温度高くしちゃって無精卵出ちゃったりとかもちろんありますね。はい、逆にその成功して嬉しかったこととかあります？あ、もうそれも同じぐらいいっぱいありますね。はい、でもやっぱりこう何年もっていうかこう経験重ねていくとやっぱり失敗もするんで、失敗したところは改善していくじゃないですか。だからやっぱり成功する確率が上がっていくんで楽しいですけどね。多分ねこれ GH ラベンダーかかってますね。あのスパイダーがあまりにも出てないんで、はい、GH ラベンダーかかってる場合ラベンダーがレッセーじゃないですか。はい、なんであの表現がもう GHI かレッセー、GHI レッサーかレッサーしか出ないんですよね。うん、多分さっきからリデュースネスが出てるんですけど、あれがレッサードリームじゃなくて多分 GHI レッサーの可能性があるかなっていう感じですね。なんでレッサーか GHI レッサーが出てるで、全部 100% ヘテロラベンダーが多分出てるんかなっていう感じですね。あ、もう多分そうですね。これもまあレッサー表現なんで、でスーパードリームファイアスティンガーかかってるのにスパイあかかってたとしてもスパイダーが1匹も出ずに、はい、あのファイヤーとかエンチが入ってるのも出てないんで、多分 GHI ラベンダーがかかってるんですね。やっぱりこう切るときってワクワクしますか？はい、しますね、しますね、はい、予想外の出たりとかしたら結構楽しいですね。まあ、中はまだ血管あるんですけど、はい、もう神秘的ですね。そうなんですよ。で卵の中入るときって色がちょっと出てきたときの色と違うんで、はい、ちょっと明るく見えたりとか逆に紫っぽく見えたりするときがありますね。はい、で卵の中入るときの印象と出てきたときの印象が変わったりとかやっぱ結構あるですね。で卵の中の状態の時は、はい、このモルフかなと思ってても開けてみたらちょっと違ったんですね。 ありますね、はい、とか今年かけてないやつが変わってるとか、去年かけたのが調整って言って、1年以上精子が卵管の中残ってて、それがかかる時とかありますね。すごいですね。はい、その時は結構びっくりしますけどね。絶対出るはずのない色が出たりするんで、そのこれ聞いていいか分かんないですけど、はいはい、その劣勢って表現としては出ないじゃないですか。はい、ってことはその表記的にはヘトロって書いててもその書いてないヘテロが出るときってあるんですか？ありますね、ありますね。例えばそのポッシブルヘテロとか、まあ、そのヘテロの子供って 50% ヘテロって、はいはい、なるんですけど、その場合ブリーダーによったらもうそれ書かなかったりとか、流通の過程で消えてしまったりとか、あえて消したりとかいろんなことがあるんで、ただ、まあ、ボールパイソンって他の爬虫類と違って有性モルフが多いんで、はいはい、コーンスネークとかってね大体ヘテロなんか入ったりするんですけど、ボールは逆に入ってたらラッキーみたいな感じになる場合が多いですね。で気になったんですけど、はい、この上に巻いているラップみたいなものは何ですか？はい、もうこれはねあのラップで、まあ、プレス&シールっていう、まあ、海外製のラップなんですけど、まあ、Amazon とかで普通に買えるんですけど、日本のラップと違って、まあ、ちょっとまずパッと見で半透明っていう、パッと見で半透明っていうのと、あとこう触ってもらってもいいですかね。普通に触ってもくっつかないじゃないですか。でもこうグッと握ってもらうとこうくっつくっていう、ね、はい、押すことによってくっつく、能力を発揮するっていうラップで、あと他の特徴は水分を一切通さないですね。水分を一切通さなくて、でも空気は通すっていうラップですね。なんでこう日本のこう透明のよくあるラップっていうのはあれ密閉するようで、まあ密閉してるんですけど、あの水分は結構通してるんで、でも僕一回これのラップ買った時に実験して、はい、日本のラップと同じように完全に密封して水を入れて実験してみたら、やっぱりこっちのラップの方は水全く減らなかった、1ヶ月経って水減らなかったんですけど、
日本のラッコは結構水減ったんで、まあ、そういうのがあるんで、まあ、水分逃がさないって意味では結構爬虫類っていうか、まあ、ボールパイソンのフラには向いてるかなっていう感じですね。でこう押すとつくんで、はい、密閉できるんですね。そうなんですよ、はい、だからちょっとまあ600円ぐらいだったかな、ちょっと普通のラップよりは高いんですけど、うん、普通にAmazonとかで買えるんで、はい、結構一回使ってみたんですけどかなりいいですね。ただちょっと中がちょっと観察しにくいのが一個だけ難点なんですけど、うん、はい、ただ空気は通すって言ってもまあ実際どの程度通してるかわからないんですよね、うん、だからその例えば卵とかだったら問題なんですけど、こういう風に切って中で肺呼吸を始めたら一応1個は空気穴あった方がいいのかなと思って僕は一応開けてます、うん、はい、完全に密閉されてますね、はい、そうなんですよ、はい、すごい。押すだけでくっつくの結構巻きやすいっていうか、ね、うん、ラップみたいにぐるっと巻かなくてもくっついてくれるんで、うん、こういった商品とか、はい、まあ、バーミキューライトもそうなんですけど、はい、こういろいろと試行錯誤しながらこの商品にたどり着いたとかあるんですか？そうですね、やっぱそうですね、うん、まあ、いろいろ試しながら自分に合ったものとか、あとはやっぱりうちのお客さんとかでもやっぱいろいろ突き詰めてる方いるんで、そういう方に逆に教えてもらったりとか、教えることもありますし教えてもらうこともあったりとかで、まあ、詳しくなっていってるっていう感じですね。はい、ということで以上で撮影終わりになるんですけども、今回の撮影ありがとうございました。ありがとうございました。今回の06ショックウェーブさんは大阪の北加賀谷駅にあるお店になりますんで、もうね本当駅から降りて徒歩 2,3 分のところにあるお店なんで、ぜひ気になる方は行ってみてください。で06ショックウェーブさんの詳しい動画はね前回の動画でご紹介していますんで、そちらから飛んでいただけると嬉しいです。で06ショックウェーブさんの YouTube もされてるんですよ、ね、はい、ああそうなんですよ、はい、なんであの YouTube や Twitter とかもね説明概要欄に貼っておきますんで、よかったらそちら覗いてみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。